さあ、ボスの家から一番近くのイオン元町店です。さあ、そんな元町イオンの3階にあります、今日行くのはこちら、メンバー田所商店です。はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。今日はラーメン部です。味噌ラーメンばっかりある味噌ラーメン専門店。実はボス、味噌ラーメンがあまり好きではありません。だからみんな気使ってね、味噌ラーメンの店とかあんまり行かないんですよ。なんだけど、ここはもう味噌しかないから味噌一択ってことで、今日は味噌を食べて、そうか味噌ってって思えるかどうか試してみたいと思います。さあ、それでは行ってみよう。たびたび TV チャンネル。さあ、それでは店内に入っていきました。はい、乾杯。はい、ジャイです。どうも、ラーメン部長です。水もうまい。コーナーです。どうも、コーナーです。そしてボスです。ただいまマンボウ中なので、アルコール類の提供はありません。残念。つまみとかいいよ、ここ。あ、メニュー紹介します。さあ、それではメニュー紹介していきましょう。味噌はね、日本人の宝物ですよ。味噌の効能、いいよ、肥満の予防高血圧抑制、もう大事なのこれね、疲労回復などなどあります。さあ、それでは1ページ目はこちら、炙りチャーシュー。トッピングで1枚2枚3枚っていけるんだ。そしてなんとか味噌のチャーシュー麺、これ売りです。売りなんで3人でこれ全部頼んでます。それでは、はい、それではまずは北海道味噌、こんな感じ。お、味噌ラーメンいっぱいあります。ちなみに麺の大盛り 1.5 倍は税込み121円プラスです。信州味噌と九州麦味噌、味はね、北海道が濃い口、信州やや濃い口、九州麦味噌が甘口です。そしておすすめトッピングがこちらです。ご飯系もありますよ。おつまみです。あら、これでビールだよね。これはね、なんだ、はい、キッズメニューです。半ラーメン、テイクアウトです。そして味噌にこだわったこちら、これはすごいな、味噌ミルクアイス現在停止中、アルコールです。中ジョッキーは税込み528円です。プレミアムモルツです。味噌の情報とかが載ってます。はい、アレルギー表もあります。気になる人はこうチェックできていいですね。はい、以上、本はこんな感じ。そして、はい、そしてこちらは江戸前味噌ラーメン、これ江戸前の味噌もあったのか、なるほど。気になる粉雪ラーメン、ただ今年の北海道人はね、ちょっと雪食いたくないかもしれない。セットメニューも書いてあります。餃子と小ライスのセットと味噌ざんぎと小ライスのセットもあるんだ。へえ、店内はね、こんな雰囲気になっております。あそこの壁に味噌のこといっぱい書いてある。店員さんは元気です。ちょ、映せません、お客さんがいるんで映せませんが、小上がり6人席あって、椅子4人席があって、食べてる人がいるんで映せないけど、カウンターがあります。卓上は味噌ラーメン専用七味だって、すげえ。ってことはここで作ってんの。そんなことはない。これ田所商店って書いてるから、そうだ、うん、へえ。あとはラー油と酢と醤油かな。箸、お手拭き、ベル、そして水のポットがあります。ありがとうございます。さあ、来ました。これはね、炙りチャーシュー北海道味噌でバタートッピングしたけど、すげえバター乗ってきた。あとはミニジャージャー丼、ホーナーのが九州麦味噌、はい、だから甘口だ。最初からもうあれです、さつま揚げトッピングじゃなくて最初からついてる、はい、はい。そして信州味噌になります。はい、やや濃いめ、やや濃いめ、はい、でこれは山菜が入っている信州。おー、なるほど、はい、そして卵とさつま揚げはトッピングしたんだね。はい、はい、じゃあ食べていこう。はい、さあ、今味噌チャーハンも届いた、全部揃った、行ってみよう。どっちから。
じゃあ部長から。はい。麺を掘り起こすと。いやーすげえ。おお、中太縮れ麺。そうですね。うん、しっかり麺に味噌味が絡んできてますよ。あー、美味しい、この味噌。いいね。飲みやすいですね。これ多分いけちゃいます、スープが全部いっちゃいます。イエーイ、最高です。続きまして、ホーナーは九州麦味噌、はい、だから、なんか白いよね。甘口、甘いみたいですね。行ってみよう、まあ、濃厚だよ、これ甘口っていうか。ああ、麺もいいね。麺は一緒だよな。麺は一緒だと思う。うん、やうん、麺のコシも良くて最高。そして北海道味噌はボスのですけど、まずバターちょっと避けて、そしたら芋入ってる、北海道だから。なるほど。あ、ちなみに味噌ラーメンなんだけど、北海道が発祥の店じゃなくて、他のところから、千葉かなのところが、今すごいチェーンだからね、全国にあります。あ、海外にもあります。素晴らしい。さあ、それでは、はい、こんな感じ、行ってみよう。まあ味噌だからね。すごいうまい。これはいいわ。よし、どんどん食べていこう。チャーシューでかい。すごいな。うん、噛み応えのあるチャーシュー。おお、炙られてるのがめちゃめちゃいい。いや、そうだね、炙られてるもんな。炙られてるのがすごいですよ。あ、さつま揚げ。さつま揚げいきます。これさつま揚げだけでも食べたいですよ。ああ、そうだよな、うん。あー、美味しいわこれ。あ、これ柔らかくてね。ビールだな、最高。え、なんじゃ、特色あるものみんな食ってんだとしたら、俺芋ってこと。芋。北海道人なんで芋はさ、確かに食い飽きてるよね。上がってんのかな、フライドポテトかな。おもろい。よし、芋に麺。あ、これ あとはこの信州味噌には山菜系が入ってるね。そうなんです。おう、あんまり山菜って食べないですか。おう、うん、スープの味が結構染み込んでます。おう、なるほど。なかなか美味しい。これは麺と食べてもうまいかもしれない。麺に歯ごたえが加わりますね。ああ、出てくるね。うん、これはうまいわ。うまい。よし、じゃあすいません、ちょっとボスもチャーシュー行かせていただきやす。あべ、これうま。あ、もうやっぱり、ね、登場。何です、エアビール。これ味噌チャーハン。味噌チャーハン、いってみよう。結構パラパラっすね。あ、味噌の深みがありますね。結構コクある感じで。いいね。うまいっすね。味濃いめです。あ、味濃いめ最高です。最高です。じゃあボスもミニジャージャー麺行ってみよう。はい、行ってみます。うん。うん。うまい。そして白米を頼んでるコーナーは。やっぱ麺っていうかね、うん、合うよ、うん、これからのご飯最高だよな。幼稚園の流れがいいね、美味しい。さあ、それではちょっと食べ進めていきましょう。あんなに大きかったバターが溶けてこんなになりました。もう溶かしちゃおう。つまりこの辺はもうバターまみれ麺、いってみよう。うん、ナイスカロリー。すげえうまいかも。これは全国チェーンになるわ。
はい、芋。濃くて最高だな。やっぱ味噌ラーメンといえばさ、七味なんだけど、これ特製だからね。特製です。あ、行ってみよう。辛いのかな。いや、入れすぎじゃね。あ、七味のいい匂いが。うん、七味入れたらね、うん、やっぱ辛い人は大好きだと思うんだけど、風味はね、やっぱりいろんな風味入ってる七味だから。あ、なるほど。これもね、いいな、もう一杯。あ、あとね、みんな入れすぎには気をつけてください。辛い、はい、辛いです。はい、ご飯がうまいです。ご飯がうまいです。おいしい。マジでチャーシューがうまい、うん、これすごいよ。他のメニュー頼んだことないのに言うのはなんだけど、もうこれ一択、炙りチャーシュー一択です。上になんか辛いの乗ってた。でも辛いものを食う、うん、ここも毛穴が開いてます。うまいです。ちょっと辛いです。さあ、やっぱ卵は最後に残していくタイプです。卵、はい、卵結構半熟。おう、いや、しっかり使ってたのが分かる。この味、まあうまいわ。トッピングすればよかった。今度忘れないでください。皆さんもぜひトッピングを。これはうまいです、間違いない。全部がうまいな。もうなんか全部乗せしたいですね。おう、そうだね。バターも含め。バターはね、ちょっと大きいかな。また3代目です。さあ、ホーナー最後です。さつま揚げ残しちゃいました。あ、なるほど。いよいよ、はい、卵のショーごちそうさまでした。ご飯やべ。まあ、余韻残して、ね、余韻で食べるのね。ジャージャー丼にちょっと味噌のスープをかけてみるっていうのはどうでしょう。どうかな。うん、最後取る前に全部食っちゃった。おっと、卵です。これ飲むんですかね。そうだよ、多分。絶対無理。やめた方がいい。うん、はい、フィニッシュ。田所商店でした。えい、俺は最後チャーシューにしたい。でも一口は無理だと思う。でかいチャーシュー3つとバター、麺大盛り、皆さんは注文するとちょっと考えた方がいいかもしれないな。味噌は日本のところです。ごちそうさまでした。はい、食べました。食べました。ラーメンの部長なんですけど、僕は塩ラーメン派なんですけど、うん、ここの味噌はあのみんなにお勧めしたいです。本当だ、かなりうまかったですよ。うん、ごちそうさまでした。私は最初から味噌払うんですか。でも今日食べた味噌の他にもちょっとあとまだありますので、また今度は違う味噌を食べたいと思います。ごちそうさまでした。さあ、塩派、味噌派、もちろんボスは醤油派なんだけど、いや、こんなにうまかったか味噌って思った。すごいと思います。味はね、もう確認しに来てほしいなと思います。ぜひチャーシュー頼んで。バターはね、思ったよりでかいです。あと、ここイオンの中なんで、駐車場はさ、すごいいっぱいあるし、買い物のついでにここに来るのもよし、ラーメンのついでに買い物するのもよし、絶対立ち寄るには便利な場所にありますんで、皆さんぜひともお越しください。いや、次はビール飲めるようになったらおつまみ行きたいと思います。
はい、ということで食べてきました。こちら田所商店、うまかった、うまかった、いや最高です。またここに来た時にはチュロッと食べていきたいなというふうに思います。さあ、ということで今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画で太りましょう。それではさよなら。